どうだろうか。とりあえず、マーティンさんあたりちょっと電話してさ、なんか暇なんすけど、みたいな。あ、確かこれデイリーチャレンジになったな。そうだ。ブルー氏からなんかバイアグラみたいなのもらって来いみたいな。What's up with you? これ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 。Hey, it's worked for me. はい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 。ブルー式ボス、私の大好きなキャラクターその1。で、はい、いただきます。はい、チャレンジ達成。で、そう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 。あいつ、めっちゃジョブ着てない？何？マーティン。ポイントコレクター3。うん。みんな一人じゃできないやつだけだな。うん。マーティン、よこしてんのな。よし。マーティン。マルク？こいつ何してくれんの？てか。いや、話中って。お前女子か。いや、マーティン。マーティン。ちょっと。なんか、ジョブちょうだいよ。仕事ちょうだいよ。もう、お前か。おぉ、なんかすげえ気だるそうなんだけど、このバーネットさん。どうやってシフトチェンジすんだよ。守り手、メリーウェザーは好きなように人を殺す。命を自由にした。え、なに？ああ、テストステロンか。じゃあ、ちょっと、今回、暇なんで、これやろう。これやろう。これやろうか。メリーウェザーが好きなように人を殺す。命を自由にした究極の規制緩和だ。俺の仲間が奴らに標的にされている。彼はこのイカれた話から自分を守る法律があるメキシコに戻らないといけない。空港で彼を拾って砂漠の飛行場まで連れてってくれ。そこに飛行機が待っている。必要ならガレージにあるものを使ってくれ。をやりましょうか、じゃあ。守り手、始まり始まり。ヘリコプターに乗れ。おう。空を自由に飛びたいんだ。ヘリコどこにいんの？え、ちょっと待って、ヘリコ。ヘリコ。あ、そういえば空港とか行ってた。ああ、なんか、近いんだか遠いんだかよくわかんないとこにあるな。そしてなんで俺はスクーターなんだ？スクーターブラザーだからいいのか。じゃあ、今日から私はポンズ長井でございますからして、うん。ダメだ。ダメだ。ダメだ、こりゃ、もう。よいしょ。ショートカットできないのかよ。まあいいや。ですね、なんか知んないけど、今日はね、はい。寒いのと、なんか疲れてんのと、寝不足なのと、朝病院行ってきたのと、いろいろ重なって、テンションが、あれです。はい。テンションがあれな日にちょっと、大物件買っちゃったってのもあるんですけど、5万ドルしか残ってないもんな。まあ、言っちゃえば、名称変更は、確か、いつでもできたと思うんですよ。事前に調べましたからね、私は。そう。事前に調べて、どんなことできるのかなって研究したもん。うん。ちょっと、お金払うのもったいなかったから。うん。これで。はい。ヘリコでしょ？このミッションやったことねえな、絶対。100% やったことねえな、こんなミッション。よいしょ。ほら、来たよ。ガレージの中にあるものを使ってもいいって言ってたよね。何にもない。これはガレージじゃないんだ、きっと。そしたら。うん。必要ならガレージの中のものを使ってもいいぞって言ったけど、これはガレージとは違う。違うね。オッケー。ほいだら、ヘリコに乗ります。なんだって私はね、フライト訓練場で鍛えたんだから。うん。見よ、この飛行スキル。2ぐらいあるぞ。マゾラッゾの友人に会え。マゾダッゾ。何言ってんだよ、だから。何、マゾダッゾって。マドラッゾの友人に会え。この、友達の友達っていうさ、ちょっと微妙な間柄ってどうなんだろうね。若干距離感みたいな。うん。
これやっぱ敬語なのかなみたいな、ため語じゃないよなみたいな感じの若干の距離感出ちゃうけど、友達の友達みたいなね、なんか私の友人の友人がアルカイダなんですなんて言ってたおじさんもいたけどね。おいしょ、友人の友人ってね、てめえのことかもしんないけどね。ほいでこのね、ちょっとした小技なんですけど、 L と R 同時押しするとヘリコプターが速くなるっていう、知ってました？微妙に速くなるんですよこれ、移動が。これはね、ちょっとした裏技ですよ。いいこと教えた永井さん、今日はいいことした。うん、多分いいこと、これ速くなってんのかな。なんかそう言っちゃうとちょっと不安になる系な感じだよね。ちゃんと裏付けできてんのかなみたいな、そういうちょっとした不安ね。あれ、山本さんの家ってどこでしたっけって、いや山本さん3丁目ですよって言った瞬間に5丁目だったかなーっていうような感じのちょっとした不安が出ちゃうよね。わかんないかなこれ。私だけかなこれって、3丁目違ったかなーみたいな。ちょっと友人を送れって、もう友人は行っちゃうんだ、友人飛行しちゃってんの、ホミットコちょっと結果にホミットコ、ドイツが一番近い、あいつか、こいつか、どこだ、どこに嫌がる、あいつだ、よいしょよいしょ、いた、待て、間違えたー、もう最悪、オッケーで、こっちか、あ、いた、オッケー、こっちね、で、まっすぐ、お友達どこ行った、お友達、あたしのお友達は、お友達どこ、見えない、下なのかい、どこだ、え、全然違う、もう俺はどこを見てるんだ。あー、ちょっととりあえず撃っとこう、グラブルみたいな感じで撃っとこう。うん、オッケー、ちょっとめっちゃ怖い。おい、お友達止まるんじゃない、キープムービングだ、いた、あいつだ、撃っとこう。あら、なんで撃てないのこのヘリは。あ、いた、ちょ、めっちゃ流される。おお、まぐれー。あら、お友達ちょっとやばいな。お友達、ちょっともうちょっと下げよう行動。どっち、こっち、こっちでいいね。はい、もう一匹いんのかな、お友達じゃない人、お友達じゃない人がまだいるか。先回りした方がいいかな、お友達追い越しちゃっていいんだろうね、きっとこれは。じゃあ追い越しますよ。あー違う、これ警察だ、やめて、当たんないで、危ねえ。しかも警察じゃねえ。あ、警察じゃなくて普通に敵だった。当ててよかったんかい。当ててよかったんだったら当てたわ。でもあいつ普通に死ぬわ、勝手に死ぬわな。おい。避けるんじゃない。え？嘘だろ？嘘、あいつそんな腕ある？そんなバナンコ。ホミヤン。あ、無理だ、届かねえ。ちょっとバイクをよこすんだ。バイクをよこせ。お前、ジョモド。
ギョモドちょっと、お友達待って待って、お友達痛いじゃん。ちょっと、こんなことやってる暇じゃないの、その場合じゃないから。ちょ、お友達どこ行った。もうでも結構近いよね、もうゴールは。つうことは、俺はもうゴール向かっていいのか。まあ、受け狙いはこんぐらいにしときましょうや。ねえ。受け狙いはこんなもんでね、こっから本気出しますや。よし。行きましょうぜ、お友達。そして、あいつが一番最初に来るから、まず、あっちに向かおう。もうね、分かってるんですよ、要領は。つかめてるんですよ。もうネタバレなんすよ。その手は古いんすよ。ガチで、パイセン、あんたね、マジディスられてますよ、陰で。ういうい、マジか。おいおい、2発撃っとこう。オッケー、次お前か。遊び足りねえか、お前も。ちょっと撃って、当たってお願いオッケー、おらおら、もう一発だよ、この野郎。おら、待てや、逃げんのか、てめえ、この野郎。おら、ダマ見ろってんだ、タカコ。そして、お友達は、まあいいや、とりあえず撃っとこう。オッケー。そして、まだ前から来てますね。でもうちょっと低めに飛んでていいのかな。どう、前から来てんだよね。前川清なんで。あ、いた。見えました。上の方におります。上の方におるのが見えました。とりあえず、一人は的を捉えておきましょう。あ、撃ちた。ミスだ。オッケー。痛い。ウソン！ちょっと早い早いって。待てやい。おーおーおー、待てってば。無理だってば、これ一人じゃ。死んじゃうってば。ちょっとなんか車よこせってば。うぃー、到着。うれー、待ってやがれ。俺がすぐさまギタンギタンのメタメタにしてくるから、お友達生きてろよ。よーし、いるのかな、これ。なんか爆音が聞こえたなんて、コーンつってね。まあ気のせいと信じよう。ちょっと上空を通らせてもらうよ。悪いね。あえてこの荷物片付けてんのよ。よし。いたか。いたな。見えたぞ。尻尾は掴んだ。間違えた。もうやだこれ。なんてこと。パスト。マジかこれ。でもって墜落したぞ今。はい、よくわかりませんよくわかんない。もういいっす。ちゅうことで、ちょっと一旦ちょっとフリーモードに帰って今回終わろう。今回何やりたかったのかというと、まあとりあえずバイカーの仲間入りしましたよ。はい、ファギオだけど、ツーストだけど仲間入りしましたっていうことだけ報告して終わろう。報告して終わろうとか今やったんだもんな。
ということで、今回終了いたします。ではでは次回もまた、サンアンドレスで会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチャ。Try